皆さんこんにちは。本日もひろきたかしのマーケットトークをご視聴いただきましてありがとうございます。本日 MC を務めさせていただきます菅井真彩です。よろしくお願いいたします。さあ、そしてひろきさん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、昨日の夜ですけれども、IMF の今年の世界経済見通しが発表されましたけれども、情報修正ということでしたが、 6.0% という数字、ひろきさんどういうふうに見ましたか？だいたい事前の予想というか、いろいろなところからの、すり合わせ通りの結果ということですけれどもね。ここまではいいんですが、これ後でもやっぱりこう質問いろいろ関連することが来てるので申し上げますけれども、やはり日本の戻りっていうのがやはり弱いなという感じが目立ちますね。アメリカに対比、アメリカと比べてということですけれどもね。基本的にもうコロナから立ち直る年であるというのも、こういう IMF の、ね、数字のお墨付きがあって、コンセンサスになっていくということだろうと思います。ありがとうございます。では早速本日の質問に参りましょう。まずは香港の小僧さんから。1、原油、銅などの資源価格が一服しています。主な要因は長期金利の頭打ちによるものでしょうか？また今後資源価格が下落してきた場合、今後3ヶ月でドル円はいくらまで円高を想定しますか？2つ目、ビットコイン価格は需要増がどの程度の上振れを予想していますか、ということです。商品価格の頭打ちの要因がその金利かっていうと、そうじゃなくって、結局その金利も何かを表しているし、その商品の価格、特に商品価格っていうのは需要と供給で決まる要因の方が非常に強いので、これまでは実際の需要増と、それからあとその需要が増えるであろうという期待がかなり先行して商品価格が上がってた部分があり、それとその金利が上がっていることと同じバックグラウンドなわけですよね。すなわち冒頭ね、今IMF の世界経済見通しが情報修正というのがありました。そこなんですよね。つまり今まではコロナで大打撃っていうフェーズだったのが、今はもう本当にポストコロナ、コロナが終わり後の需要の急回復っていうのをみんな先取りして、だからこそ金利も上がり、だからこそコモディティの価格も上がってきたと。ただそれはもう一旦それは織り込んだっていうのがこの水準なんだと思います。いや、織り込んだっていうのは、そのじゃあもうここから上がらないんですかっていうと、そうじゃなくて、現時点で織り込めるところまで織り込んだっていうのは、ちょっとそういうようなところだと思うんですよね。つまり実際まだコロナは終わってないわけだから、ピークアウトは、欧米なんかピークアウトはしてるけども、実際問題のその実数、感染者数とかですね、いうものの絶対レベルはすごい高いし、ヨーロッパはまた結局ロックダウンと、そういうものの行きつ戻りつを繰り返してるわけで、で日本に至ってはもうこのざまですから、全然コロナなんか収束してないわけです。ただ収束する期待はもちろんワクチンというものがすごくあって、なのでここで織り込めるところのコロナ収束、需要回復、経済再開っていうところまでは一旦織り込んで、金利もピークアウトし、コモディティ価格もここまでだったっていうふうに、ここまでだったっていうか、ここで終わるわけじゃないんですけども、目先ここでちょっと一服っていう、そういうその市況の流れなんだというふうに理解した方がいいと思いますね。次の質問は何でしたっけ？はい、ビットコイン価格は需要増からどの程度の上振れを予想していますか、ということです。需要増というよりは、なんですね、難しいんですよね。要は実需が今ないから、別にビットコインでね。ただ、ペイパルの話だとか、それから、ずっとアメリカでも機関投資家の参入がずっと続いているわけでして、そういうような盛り上がり方を考えると、僕はビットコインは10万ドル。っていうのはもうずっと掲げてた、この間から掲げてるとこなんで、とりあえずここまで来ると10万ドルは付けに行くんだろうと、そのぐらいの相場だろうと思いますね。では次です。アルファが大事さんから。4月に入っても日本株の上値が重いです。
コロナワクチン接種率の低迷が原因とすると、今月中は日本株の上値が重いと見て良いですかということです。うん、それがまあ僕がこの間から先週末のレポートで書いたことだし、昨日の日経 CNBC でも言ったことなんですけど、まあ、半分その政府に対する、まあ、政府、うん、まあ政府かなというか、まあこの国のダメ感みたいなものに対する腹立ちをぶつけてるだけなんだけど、まあそれでその株価が上値が重いっていうことに強引にちょっと結びつけてる部分はあるんですけどね。まあこの間からのコラムも書いてるんですけど、いやよくだから日本はダメだっていう人が結構、まあ、別に西洋かぶれじゃないんですけど、ね、欧米ではこうそれに対して日本はダメじゃないかっていう議論が昔からいろんなところであって、決してそういうこと言うつもりはないし、日本人に生まれてその日本を、ね、普通に好きだし、別に卑下するつもりもないんだけども、でもやっぱりダメなんだと思うんですよね、この国のそういうところが。つまり圧倒的にもうもたもた感なんですよ。まあ、どういうことなのかよくわかんないけど、まあ、役所も悪いんだろうし、政治家も悪いんだろうし、で結局とどのつまりはそういう政治体制を選択してきた我々国民の責任ではあるわけで、だからやっぱり日本人がもっと反省しなきゃいけないのはそこなんだろうけれども、いや絶対的にワクチンが遅れてますよね、どう考えても。でそれはもうその国の政治家の答弁を見ると、日本は感染者数が少ないじゃないかと、少ないから治験が進まないから遅れてんですみたいな、こんなの全然言い訳で全くナンセンスですよ。こんなのもうもっとその政治や外交力を使ってワクチンをとにかく確保してどんどん打たなきゃダメですよね、当たり前ですけど。でそういうこともしないで今更そのまん延防止策だとか、もう何のその策にもなってないじゃないですか、そんなの。だいたい法の制約もないしね。だからやってることがもうなんか本当に昔の戦争と同じように、向こうの兵器に対して竹槍で戦うみたいな、まあ、そんなようなことが今回のコロナの対策で、あらわになってきていて、まあ、それと同時に本当にこれも標則を合わせるようですけれども、マイナンバーカードまた今健康保険証として使おうと思ったら使えないとか、またそういうその日本の不備っていうか、そんなことやってるとやっぱりこう肝入りで今度デジタル庁とかね、いうことなんですけど、そのデジタル化以前の多分問題なんだろうと。だから多分ね、今ここのタイミングで日本のそういうその至らなさとかダメさ加減っていうのが一気になんかガーンと露出しちゃってきてるような気がするんですよ。でこれをどこまでやっぱり投資家とか特に海外の投資家に伝わってるか分かんないんだけども、多分そのコロナ対応とかワクチン接種率とかそういう分かりやすい話とかだけでも、多分なんかその日本が経済再開で盛り上がるっていうイメージが全然湧かないと思うんですよね、欧米に対して。そういうのが今のこの上値の重さの、まあ、一部にあるんじゃないかと思ってまして、まあ、そういう意味ではちょっとね、期待ほどダメだろうという気がしています。ただ一方でその4月は外国人買いが例年すごく入ってくる月なので、まあ、去年それ途切れてしまったんですが、ずっと19年連続で買ってきたんだけども、まあ、これ復活するんじゃないかと思っているんで、まあ、その今日本のその悪いところが今全部露出している、特にそれがコロナのワクチンの接種率に代表されるような形で出ている、それとまあ例年の外人買いと、それから新年度入っての月末からの決算発表と、まあ、こういうものをこうなんていうのかな、混ぜ合わせると少しは上がるんじゃないかと。僕はだから今度の決算発表を経て5月中旬には日経平均3万3000ぐらいと見てたんですけど、ちょっとやっぱりこういう状況だと今のこのレンジを上抜けるかどうかっていうところが精一杯で、やっぱり3万1000円台ぐらいですかね、前回つけた高値を今度の決算発表を全部終えた後にちょっとクリアできればいいぐらいに
ちょっと下方修正している状況です。はい、ありがとうございます。では次です。 J クッキーさんから、情報セキュリティ製品の需要が拡大中ですが、デジタルアーツの21年3月期会社予想はコンセンサスよりも低くなっています。株価はもたついているようですが1万円割れを拾っています。短期4月から5月の上昇はあるでしょうか、ということです。まあ、短期ではどうかっていうのはちょっとよくわかんないんですが、デジタルアーツはやはりその根本的な需要が強いので、他のグロース株の調整みたいな形になってないですよね。でも確かにご指摘の通り、その株価はもたついているということですけど、ずっとレンジですね、ボックスで横ばいなんだけど、下がってないから、切り下がってないのでね、他のグロース株みたいに。まあ、緩やかなやっぱりその右肩上がりで、今、そのちょっと高値圏での持ち合いというような意味だと思う、そういう動きなんで。やっぱりそこはちょっと他のグロースに比べて値持ちがすごくいいと思います。だからこれ多分まあ決算超えて、どうでしょうね、また多分レンジ相場離れてくると思いますよ。これでその金利上昇も一服でグロース株にもう一回その買いなんか戻る中では、多分その短期でね、ご質問になった短期でどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、もう少し半年ぐらい見てもらうと、このもう見合っている高値持ち合いのところからまた一段上に離れていくんじゃないかなとは思います。では次です。愛誠さんから、電通の今後の値動きの予想をお願いします、ということです。いや、それわかんないんですけども、ただね、ちょっと厳しいんじゃないかなって気がしますね。こういうビジネスはちょっとこう、どうなんだろうな。まあ、ただコロナが終わった後のもう一回そのエンターテインメントとか、まあ、スポーツとか、まあ、イベントとかね、いろんなのもありますけれども、その基本的には広告業は、こういう電通みたいなビジネスモデルってちょっとやっぱり今の時代に合わなくって、ちょっと、なんかこうあんまり時代の要請にかなわないような事業じゃないかなっていう気がしますね。はい、次です。高野具さんから、いつも勉強になっております、ということで、今後海外からの日本企業の買収は続きそうでしょうか、ということです。今日の東芝の話なんかもそうですけれども、この間も KKR が太平洋のね、アジアでの、ファンドの設定とか、そういう話もあって、もちろん続くと思います。つまり買われる対象ってまだまだあるんですよね。ただね、そこが結局はこういうそのPE というか、プライベートエクイティというか、その、事業買収みたいな格好に近いんですよね。まあもちろんこれ TOB だからマーケットから買うわけですけれども、その、あとは結局企業が切り出した、その事業再編の、そのカーブアウトした事業を買うっていう、まあそういう買い方はやってくるんですが、上場株をこう買うっていうふうになかなかそのならない。上場株式投資っていうことは、さっき言ったようにその日本株の上値の重さとか、コロナ対応のまずさとか、まあ、いろんなのも含めてですけど、なかなかちょっとこうそこは見えない部分があるんですが、日本のその事業再編ということで、事業自体をこう買収してくるっていう、そういうお金は潤沢だし、ブラックストーンなんかもそうですけれども、だからまだまだお金はそういったところで入ってくる。で、結局そうやって日本のその企業の事業再編がどんどん成し得ていって、もっとその魅力的なね、企業に生まれ変わるケースが増えてくれば、上場株の価値も上がってくるんだろうとは思います。次です。新田さんから、
さて、今、ガーファムに投資し、長期で保有したら、どの可能性が最も高いでしょうか。1、デコボコしながらも緩やかにダウ並みに上昇。2、原値付近で長期デコボコしながら配当株になっていく。3、今後もしばらく成長株として上昇した後に、徐々に1や2に移行ということです。まだしばらく成長株としての、性格で走り続けるんだと思います。だからマイクロソフトとかいい例じゃないですか。結局もうあれだけもうある意味今のね GAFA 世代からすれば一昔前の企業でしょ。でもそれがまた復活して、これだけ上場来高値をクリアしてるわけだから、まあ本当にその成長株としてのプラットフォーマーとしての DNA とか存在価値を持った企業ってもちろん企業もその古びてはいくわけですけれども、アメリカのこの辺の企業に関してはまああと10年20年は古びないんじゃないかな、そういうような企業群じゃないかなと思いますね。次です。ビリー男が行くさんから3万円記念 T シャツが届きましたということです。おめでとうございます。直近あるいは今後の IPO で注目の企業はありますかということです。アピアっていうんですか、エイピアっていうのかな、台湾のデジタル AI マーケティングの会社、この間上場したばっかのやつですけど、あれはすごい注目してますね。次です。自由旅を愛する福願志向さんから、この日米株式相場が安定した中でセルインレイはやはり生じますでしょうか。まあ今年はまあそうね、一旦ここまでアメリカ株もかなりねまた高値を取ってきてるので、日本株もその決算発表を終えて一旦その高値取った後、まあちょっとした調整っていうのが5月6月ぐらいにあるんじゃないかな、まあ、そういう意味ではセルインメイみたいなのは今年は十分あり得るんじゃないかなと思いますけど、まあ、特にその深い推しにはならないと思いますから、まあ、気にする必要はないんじゃないかなと思います。次の質問は先ほどと少し被りますので、飛ばさせていただきます。大内さんから、村田製作所の今後の展望をよろしくお願いいたします。もちろんこう日本を代表する有望企業だと思いますので、特にその電子部品のその高精細な電子部品のニーズっていうのはもうますますどんどん高まっていって、今はそれの、まあ、中でも半導体っていうところにフォーカスが当たって、だからまあレーザーテックであるとか東京エレクトロンであるとか、その半導体のその優れた技術をすごく評価する、ところにフォーカスが当たってるんですけども、それ以外でもつまり村田のその、マルチレイヤーセラミックコンデンサーとかね、そういうようなものももちろんこう機能高精細の部品電子部品で需要がすごく多い、このこれからの車の電動化だとか電子化だとか考えた時に車載向けもそうですし、もちろんその他の 5G の機器とかスマートフォンとか、もうとにかくありとあらゆるところにそういう部品のニーズっていうのは強いので、これも結局息の長いコアなね、銘柄として、ポートフォリオの一角にずっと入れておくべき銘柄だろうと思います。次です。山田さんから、ひろきさん今日もお願いします。3万円から落ちましたが4月はまだまだ上がりますかということです。さっきからちょっとこう申し上げている通り、ちょっと今はその日本の弱いところがこうドワッと出ちゃってるので、それで上値が多分重くなっちゃってると思うんですよね。なので、決算発表が始まってから下旬からまあなんとか切り返して決算を受けて切り返していければいいかなと、そんな感じでいます。若月さんからです。
今年に入ってバリュー株が大きく伸びましたが、そろそろグロース株が伸びてバリュー株は停滞するでしょうかということです。そうですね、そろそろ転換点に来ていると思います。次です。山田さんから、ひろきさんが株を売るとしたらどんな場面ですか。そうですね、ちょっと難しいんですね、お答えが。現物株は売ったり買ったりがしにくいので、仕事上だから滅多なことがない限り手放しません。で、現物は、結局そのストーリーが変わってきちゃった、これいつも言う話ですけど、ストーリーが変わってきちゃったら売りますと、自分が持っていたその会社に投資した着眼点がなんかこれは違うんだというふうにストーリーが変わる、もうこれいっぱいあると思うんですよね。一番そのよくある分かりやすい例は、経営者リスクですね。その経営者にかけて、例えばソフトバンクグループの孫さんっていう人の、パワーっていうか力にかけて、ソフトバンクグループに投資してる。もう僕はソフトバンクに投資するっていうのはそれがもう 99% だと思ってるんですけども、その状況が変わるっていうことになったら、いろんなね、こんなことありえない、ありえないって言ったらあれだけども、仮にその孫さんがソフトバンクグループを離れるとか、あるいは別な要因が出てきて、とにかくそういうようなことになったら、それはもうソフトバンクグループを僕が持っていたとしたら、もう売りますよ、間違いなく。これはもう全然違う話になっちゃうから。そういうようにストーリーとか、その会社の土台をがもう根本から変わってしまうようなことがあったら、それは売りますね。それは個別銘柄の話。あとは、あとは基本的には、中央銀行のスタンスの変更が近年は非常に大きいので、今はやっぱり注意しておくべきは FRB の金融政策の変更ですかね。ここがそのいろんな景気サイクルや株価の上昇サイクルと噛み合わないような時に、そういった時はやっぱり要警戒だと思います。ただ何が何でも、じゃあフェドの金融緩和が終わって、たらもう株がダメかって、そんなことなくて、前回はやっぱりリーマンっていうのがあって、そこからやってきた金融緩和が正常化に、要はテーパリングを経て、その後ようやく利上げっていうことのプロセスになり、で徐々にやってきてるわけで、そういった時は全然株価がクラッシュなんていうのはないんですよね。一番嫌なのはバブルみたいなものになり、それのバブル潰し的なトリガーになるような金融政策の変更っていう、そういうのは言うのは簡単ですけれども、それがじゃあ実際今どういう状況になったらそうなるかっていうのは分かんないんですが、そういうようなタイミングが仮にあったとしたらですね、それはやっぱり一旦その降りるところなんだろうとは、思います。ちょっとやっぱり全体、相場全体でこうなったらというのはなかなか難しいんですけど、一つはそういうような状況でしょうかね。次です。若月さんから、オービックが伸びそうで伸びません、この先の見通しをお願いしますということです。伸びそうで伸びないのは今仕方なくて、結局そういうようなずっと成長株が、いち早く調整に入り、だからようやく今底根を打ったところですね。底根を打って反投体制に今入りつつあるところなんで、そんな簡単には伸びないんですけども、多分もうこれで底が入ったのは明確ですから、もう少し待っていただいて、そうすれば伸びてくると思います。次です。大和さんから、日本電産や M3 のグロース株はあまり冴えません、半導体関連が強いですが今後の見通しはということです。そうですね、だから今グロースで言ってるのが半導体ですけど、その半導体もそればっかがどこまで走るわけじゃないので、そうすると順番にこういったところにもう一回戻ってくるんだと思います。やはりそのグロースの代表例 M3 ですから、まだまだね、
ここから巻き返しなんだと思います。まあ、きれいに、チャート見れば、200日移動平均線、きれいにサポートになっていて、で、上値も下がってきてるから、今、三角持ち合いみたいな格好になっていて、ちょっと多分ここから離れてくるんだと思います。はい、では次です。少し長いです。レーザーテックの株価は大きな調整を2度通過して高値更新中です。1回目の調整は昨年7月10日1万1750円の天井値から9月7日の底値7530円、2回目の調整は今年1月14日1万5690円の天井値から3月9日の底値1万1270円、その後株価は急回復して4月2日に高値更新、今後も基本は上昇継続と予想されます。今年再び大きな調整があるとすれば、1、アメリカハイテク株の下落、2、決算内容が市場予想を下回る、3、大きな節目の2万円を超えたとき、4、株価急騰で移動平均線からの乖離台が考えられますが、大きな調整は発生するでしょうかということです。いや、もうみんな、ご自身書いてらっしゃる通りで、まあ、そういったことは普通に起こり得るので、まあ、大きな調整というか、まあ、そういったこともあるんじゃないですか。ただまあね、レーザーテック、今日も、まあ、急騰と言っていいんじゃないですかね。これ今日も 5% 近く上がってますからね。大きな陽線出して非常に強いですよね。まあ、僕もレポートで何遍も書いてて、強い株は強いんだっていう話をね書いていて、結局そのもうだからあれは一昨年のことになるのかな、一昨年のトップパフォーマーだったレーザーテックが今年もまた買われるかっつって、それはないでしょうっていうふうに友達と会話してたら、やっぱり今年も強かったみたいな、だから結局強い株はどこまでも強いんだよねみたいな話をずっとしてるわけでして、やはりこの背景にはさっきから申し上げている通り、この半導体っていうものの需要がね、多分もうここから5年10年はもう落ちないですよ、これ世の中の流れとしてっていうように、東京エレクトロンの社長さんなんかも言ってるわけでして、ちょっとやっぱりそれも時代がそういうような時代になっちゃって、でその半導体の中でも非常に高い技術をね要するその極端紫外線ってやつですよね、エクストリームウルトラバイオレットだったかな、EUV ってやつですけども、やっぱりそれに絡むその技術を持ってる、まあ、エレクトロンもそうですけど、レーザーテックなんていうのはその、まあ、最たるもんで、まあ、そういう技術を要している企業っていうのはやっぱり社会の時代の要請を担う会社ということですから、まあまあ、もうずっとトップ推奨でね来てるわけですけれど、まあ、そういうそのこういう銘柄は、まあ、これもだからさっきの村田じゃないですけれども、まあ、まさにコアに入れとくべき銘柄なんだろうと思います。はい、次です。アコさんから、昨日からの仕掛け的な売りはどんな背景が考えられますでしょうかということです。まあ、いや、僕はだから言ってるのは、日本の国の対応がダメだからじゃないかって言ってるんだけど、それのがっかりの売りっていうね。あとね、テクニカルなところも大きいんですよ。こう、例えば今直近、先週末に書いたレポートを見てもらうと、その円安にもかかわらず、日本株の上値が重い理由っていうレポートをね、マネクリのホームページ行くと出てるんですが、その一番最初に日経平均の冷やしのチャートを載っけてるんですけど、こういうチャンネルトレンドをこう引いてるんです。それがね、右肩下がりで、要は2月の中旬に3万円突破した時につけた高値3万714円から、その次3月にもう1回3万円超えて高値取ってきてるんですけど、そっちが下がってるわけですね。上値も切り下がり、下値も切り下がり、要は上値も下値もこう右肩下がりの今こうチャンネルみたいになってて、今回じゃあその右肩下がりのトレンドラインを抜けることができるかと、この間ね、3万円回復した時に届かないんですよね。だからちょうどその
2月中旬、それから3月、その2つのこう高値を結んだ線が右肩下がりになってるんですけども、そのトレンドをブレイクしていくことができず、それで急落してるっていう、だからまあちょっとテクニカル的な要因もあるんじゃないかなと。まさに仕掛け的っていうのは、そういうテクニカルなのを見てやる人も多いですから、まあ、そういうところが背景にあるんじゃないかと思います。だとすると、逆に今度はこのチャンネルトレンドのラインを上抜けてくるとね、今度はまた上昇加速するっていうこともあり得るかなと。その時にはもうワクチンの接種なんかも、一般の人というか、まあ、まず高齢者からですけども、始まっていればですね、なおさら弾みがつくかなと、思う次第です。ではそろそろお時間となりましたので、最後の質問とさせていただきます。ぽーちゃんさんから、5月末または6月中に半分程度の手仕舞いをする判断はいかがでしょうかということであ、す。そうですね。それがいいんじゃないかなと思いますね。一旦その5月で決算発表ということであればですね、まあ、そこで、材料も出尽くしということに一旦なりますし、まあ、そこからやはりそのコロナの進捗具合とかですね、まあ、そういったようなのを見ながらということだと思います。ただ一つちょっと注意しときたいのは、政治日程ですかね。衆院の解散っていうのがどこのタイミングで来るか分かんないんで、その選挙になるとまた話は別なので、それだけはちょっとね、よく注意しながらだと思います。はい、ありがとうございます。ということで、そろそろお時間となりましたので、このあたりで質問を終了させていただきます。本日も弘樹隆のマーケットトークをご視聴いただきましてありがとうございました。最後にアンケートのご協力をお願いいたします。動画下の説明欄にアンケートの URL を掲載しておりますので、 URL をクリックしていただきご回答ください。では弘樹さんも今日もありがとうございましどうもた。ありがとうございました。はい、ではまた次回お会いしましょう。